はいどうも皆さんこんにちは。本日もモンスターハンターライズの動画を撮っていきたいと思います。さあ撮っていきたいわけなんですが、今日はね寒冷群島にまつわる話をしていければなと思いますね。で寒冷群島なんだけど、まずはこちらを見ていただきたいと思います。皆さんこちらの写真を見て何か感じるものはありませんか？まあこれに関しては発売前からたびたび言われてたわけなんですが、この寒冷群島に超巨大モンスターの骨があるわけなんですよ。でこれが何なのかっていうのがすごく重要な話になってきます。で今日はねそこに関する話なんですが、本題に入る前にまだチャンネル登録を済んでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録してこれからも動画を見ていただければ幸いです。ぜひよろしくお願いします。はい、ということで本題に入っていきたいわけなんですが、まずですね超巨大モンスターの骨がありますと。でその骨なんですが、よくよく見てみると竜の骨だなっていうことがわかるかと思います。ワールドの時にボスとして出現したゾラマグダロースじゃないかっていうことが言われております。まあ見たまんまゾラマグダロースですよね。でそのゾラマグダロースの骨がなんでここにあるのかっていうのがまた一つ問題になってくるんですよ。でそれだけじゃなくて、よくよく見てみると朽ちたような激流層が刺さってるんですよね。なのでこのことから、戦いに敗れて落ち延びてきたがここで力尽きたゾラマグダロース、ないしは昔ここには巨大な迎撃施設があったんじゃないか、まあ、城があったんじゃないかっていうことが言われてますね。おそらくこの二つの説どちらかが正しいんじゃないかなと思ってますね。多分ね、前者の戦いに敗れ落ち延びてきたがここで力尽きた、多分このパターンじゃないかなと思っているんですが、このことから少なくとも昔はこのカムラの里の周辺にも超巨大モンスターが出現していたっていうことがわかるかと思います。これってねすごく重要な話かなと思っていて、この話っていうのはもしかすると今後のアップデートの伏線になる可能性もあるんで、しっかりと考えていく必要があるんじゃないかなと思ってます。そしてこのことからまだどこかに別のモンスターが生息している可能性も考えられるんで、今後こういったゾラマグダロースみたいな超巨大モンスターとの戦闘っていうのも行われる可能性があるんじゃないかなと思ってますね。まあこのタイミングっていうのはモンハンライズで訪れるのか、それとも来年発売予定のモンハンライズ G カッコ仮になるのか、どうなるかわかりませんが、ただ可能性としてはあるんじゃないかなと思っています。そして今作ではまだ超巨大モンスターは出現していませんよね。今までのモンスターハンターシリーズを振り返るとほぼ必ずと言っていいほど超巨大モンスターとの戦闘があったわけなんですよ。しかも一匹だけじゃなくて複数匹いたんですよ。ただ今作は超巨大モンスターが一匹も出現してないんで、まあ雷神風神がいるんですが、あれをね超巨大モンスターとカウントするんであればまた話が変わってきますが、まあ大きさ的には超巨大モンスターではないんじゃないかなと思っているんですよ。なのでまあそれをノーカウントするとまだ出現していないということになると思います。ただ過去作品では超巨大モンスターはどのシリーズでも出現してるんで、今作でも出現する可能性っていうのは非常に高いと思います。じゃあ何が出現するかっていうところですね。まあ今のところは今作は和風モチーフ、それプラス風神雷神が出現していて、過去に似たようなモンスターがいるのかっていうのを考えると天津マガツチがかなり有力になってくると思うんですが、ただ天津に関しても超巨大モンスターかと言われると多分ね天津も超巨大モンスターではないと思うんですよ。まあおそらく別途出現するんじゃないかなと思っているんですが、超巨大モンスターではないんで、じゃあ何が追加されるのかっていうところですね。まあ今世間ではジエンが出るんじゃないかとか、解析で大砂漠が見つかったとか、なんかそういった話が言われてるわけなんですが、ただね現時点でジエンは確定してないから何とも言えないところかなと思ってます。あとはね寒冷群島で朽ちた激流層みたいなものが見つかったと言ったんですが、別途角みたいなものもあるんですよ。でそれがねもしかするとジエンのものじゃないのかっていうことも言われてますね。なのでゾラマグダロースプラスジエンの可能性もあるのかなと思ってますね。そう考えるともしかするとジエンも出る可能性が今後あるんじゃないかなと思っているんですが、ただ何ともいないところですね。そしてこのカムラの里では様々な里の民がいらっしゃいますと。まあこういったハンター見習いの少年の大使くんから里長の不言さんまで、まあ幅広くいるわけなんですが、ただこういった人々から超巨大モンスターに関わる話っていうのは全くないんですよ。まあいろいろな話を頻繁にしてくれるわけなんですが、現時点では超巨大モンスターに関わる話はしてないんで、具体的に何が出現する予定なのか全くわからない状況ですね。あとは今作ですとハンターノートに式場があります。
で、この式場では、このカムラの里の歴史であったりとか、過去に何が行われたのか、そういったことがわかる仕様になっていて、この手記をすべて集めることによって、この里の歴史の詳細っていうのが、細かくわかる仕様になってるんですよね。ただその式場にも、超巨大モンスターらしき、そういった内容の記載っていうのが存在しないんですよ。まあバルファルクであったりとか雷神封じに関わる記載っていうのはあるんですが、逆に言うとそこぐらいしかないんで、本当に今後何が出るのかわからない状況なんですよね。まあネット上とかツイッター上とかないしは解析データをもとにいろいろ今言われてるわけなんですが、ただね、ここまで情報が出回ってないと難しいかなっていうところですね。何が出るのか予想するのは。ただまあ現時点でゾラマグダロースの骨は発見されてるから、もしかするとこれっていうのが今後何らかの形でゾラマグダロースが出現する可能性っていうのも考えられるんで、面白い点かなと思いました。そして一つ不思議に思うことがあって、何が不思議に思うかというと、明らかにどう見てもゾラマグダロースの骨が寒冷群島にあるわけなんですが、そこについて全くここの里の方たちは触れてないんですよ。なんかね、ちょこっと触れてもいいぐらいなんだけどね。まあ50年前の百竜夜行については話がたびたびあるんですが、それ以外のことについてはあんまり話がないんですよね。それどころかバルファルクに関する話すらないから、そういった意味ではフィールドに隠された小ネタであったりとか、まあ今回で言うとこのゾラマグダラオスの骨とか朽ちた激流層とか、まあそういったところが挙げられると思いますね。なのでこういった要素っていうのは今後かなり重要になっていく可能性があるんで、ぜひ覚えておいた方がいいのかなと思いました。いやー、だから結局どうなんだろうな。ただ単純に寒冷群島に骨が置かれてるだけなのか、それとも他に何か意味があるのか、現時点ではわかりませんが、まあ、今後のアップデートに期待かなと思いました。ただま、巷では、もしかすると、バージョン 3.0 で、無料タイトルアップデートは終わりじゃないかっていうことも言われてるんで、もしかすると、来年のライズ G で、実装される可能性もあるのかなと思いました。さあ、果たしてどうなるんだろうか。ただね、過去作品で、超巨大モンスター戦っていうのが、どのシリーズでも存在したからさ、例えばラオシャンロンとかゾラマグダロースとか、シェンガオレンとか、ジエンモーランとか、ま、いろいろあるわけなんだけど、まあ、何かしらあったわけじゃないですか。そう考えると、やっぱり何が来るのかなと思いますね。逆にさ、超巨大モンスターとの戦闘がないと、なんだろう、モンスターハンターって感じがあんまりしないんですよ。まあ、超巨大モンスターとの戦闘って、作業ゲーと言われて、かなり嫌われてるわけなんですが、まあ、僕個人としてはね、やっぱり、戦いたいな、戦闘したいなっていう気持ちがありますね。まあ何度もやれって言われたら苦痛かもしれませんが、ただまあクエストが存在するのかしないのかで言うと、やっぱり存在してほしいから、超巨大モンスター何か追加されないかなっていうところですね。ただ現時点ではやっぱりゾラマグダロース、あとはネット上の噂ではジエンモーラン、まあこの2体が有力なのかなと思いました。あとはもしかすると完全新モンスターが出現する可能性もあるから、何とも言えないところなんですが、もし過去作で出現するんであれば、まあやはりゾラマグダロース、ジエンモーランで、もし出ないんであれば完全新モンスター、まあこういったパターンになるんじゃないかなと思ってますね。まあどうなるか全くわかりませんが、非常に楽しみにしてます。ただもしかすると今作雷神と風神がいると思うんですが、このつがいが合流すると里に災いが起きるということが言われてるわけなんですが、ワンチャンね、雷神と風神が合体する可能性もあるんじゃないかなと思ってますね。まあさすがにそれはないか、無理やり感がすごいから。ただまあ可能性としてはあると思うんで、まあそこも含めてね、今月5月末のアップデートの内容非常に楽しみにしてます。もしかすると超巨大モンスターに関わる内容も出る可能性があるから、そこもぜひ注目していくべき点かなと思いますね。はい、まあそういったところで今日の動画はこのあたりで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。